アポロ計画の時、月から戻った宇宙飛行士たちは月の表面を覆っていた灰色の土の匂いと味が火薬そっくりだったという報告を残しています。しかし月の土の組成はほぼ半分が隕石の衝突によって生まれた二酸化ケイ素のガラスからなり、火薬とは大きく異なります。隕石が凄まじい速度で土の表面にぶつかると、その温度によって表面の土がガラス化し癒着します。それが時間とともに砕けて生まれるのが足につきやすい灰色の月の土というわけです。残りの半分は鉄やカルシウム、マグネシウムといったミネラル分。対して火薬は硝酸カリウムと木炭、硫黄でできています。要するに土の月が火薬のような匂いがするはずがないのです。しかし実際にそのような報告がされていたのは事実。また地球まで持ち帰られたサンプルはその匂いを失っていました。これにつけられる説明には、例えば地球のサハラ砂漠などに月の環境がよく似ているというものがあります。つまり非常に暑く乾燥している場所ということです。砂漠の空気を嗅いでも特に匂いはしません。しかしそこに雨が降ると、乾いた砂に閉じ込められた匂いの成分が一気に放出されます。月の土でも同様のことが起こっていた可能性があるのです。この説では月の表面では匂いがしません。仮に宇宙飛行士たちが宇宙服を脱いでいたとしてもです。しかしサンプルを着陸船に持ち込むと、そこの湿気と反応が起こり、土が匂いを発するのです。もう一つの説明は月の土と太陽風の関係。太陽から来るイオン化された粒子が月にたどり着き、そこに残るというものです。月には表面をイオンから守る分厚い大気がないため、イオンは地表に降り放題となります。イオンは粒子の重さが非常に軽く、ちょっとした刺激で飛散し蒸発してしまいます。宇宙飛行士たちが土を着陸船に持ち込んだ時、このような移動が起こったのかもしれません。この説明は地球に戻った後に匂いが消えていた現象の説明にもなっています。イオンが着陸船の中で飛散しきってしまうと、たとえそれを密閉容器に入れたとしても表面に残りがなくなるのです。またもう一つの説明は、そもそも密閉容器が密閉されていなかったという可能性を指摘しています。月の土は非常に鋭い小さな結晶です。この形が容器の袋に小さな切れ目を生み、そこから空気と湿気が入り込み、イオン粒子が流れ出たかもしれないのです。現在科学者たちは月の土についてよりよく調べるには、月面でその組成を調べる必要があると考えています。さて月面には隕石由来のクレーターが数多く存在します。そして現在そのうちの一つが注目を集めています。そのクレーターは隕石によるクレーターではなく、洞窟の入り口であるかのようなトンネル状になっていました。特殊なエコーパターンで調査を行うと、その下には空洞が広がっていることが分かったのです。穴の付近では同様の反応が複数見つかっており、空洞の広さはフットボール状に匹敵します。研究者たちは月の地下にこのような未知の地形が広がっていると考えています。この地形は月面に着陸した宇宙飛行士のシェルターとして利用したり、将来的には月面コロニーの港として利用することができるかもしれません。現状月は環境が厳しいため、月面に3日以上滞在した人類はいません。激しい温度変化に薄い大気、また放射線や太陽風から守ってくれる磁場もありません。宇宙飛行士たちは宇宙服を着ているものの、長時間着続けることはできません。しかしこのトンネルのような溶岩チューブであれば話は別です。溶岩チューブとは、流れる溶岩が冷えた時、外側が硬くなったことで壁と天井がチューブ状に生まれたものを言います。溶岩の流れが途絶えた時に溶岩が流れ出るとともに空洞のトンネルとなるのです。このような溶岩チューブは地球にも存在しますが、月で発見されたものはそれよりも大きさがあります。1178年の大昔、イングランドで少なくとも5人が月が真上から真っ二つに割れる現象を目撃しています。当時月の形は三日月でした。ひびは広がるとともに炎を噴き出し、これを記録した当時の修道士はこの様子を、燃え盛る松明が上がるかのように炎と焼けた石炭、火花を噴き出したと書き残しています。
割れた月は明滅しながら移動し、やがてそれが止まると少し暗い色へと変化しました。この出来事は20世紀中頃になるまで研究者たちの注目を浴びていませんでしたが、この時になって文献と月の表面を照らし合わせてみると、確かに文献が示していた場所に幅22キロの巨大クレーターが生まれていたことが分かりました。このようなクレーターは巨大な小惑星の衝突以外にできようがありません。さらに研究を続けると天文学的に考えて、このクレーターがまだ真新しいことも分かりました。その年代はおよそ800年前である可能性もあるのだといいます。しかしこれが本当だったとすると、当時の地球には小惑星の破片が無数に降り注いだはずです。多くの人が流星雨を目撃したはずなのです。それは非常に明るいものであったに違いなく、このことも文献に記録されているべきなのですが、そのような事実はありませんでした。また多くの天文学者は、実はこのクレーターがもっと古いものである可能性も検討しています。最も支持されている説は、クレーターの年代を1000万年前のものと定めています。800年前ほど最近に生まれたものだったとすると、クレーター周辺の地形はまだ熱を持っているはずなのです。1178年に起こった出来事につけられる説明として、最も現実的なものは、観測者たちが地球に降ってくる小惑星を目撃したというもの。その現象もまた目を引くイベントだったに違いありません。これを特定の角度から見た場合、小惑星がまるで爆発する月のように見えた可能性があるのです。こうなると目撃者の数が少なかったことにも説明がつきます。この現象をそのまま目撃するには、数キロの範囲内にいなくてはならなかったのです。さて、さほど少し前に月面で水や酸素が発見されるということがありました。水の出所はおそらく月面に落ちる小惑星で、その多くには H2O 分子が含まれています。衝突の後でもそれが月の表面に残された可能性があるのです。しかしその量は非常に希薄で、地球のサハラ砂漠の方がまだ水分が多いほどです。酸素は月の大気を浮遊する分子としても観測されています。呼吸ができるほどの量ではありませんが、太陽風によって少量がもたらされたと考えられているのです。太陽風とは非常に高速で旅するエネルギーで、これが地球の上空から酸素を飛ばし月へと運びます。この現象により月では面白いことが起こっています。月が錆び始めたのです。月の土には多くの鉄が含まれており、それが酸素や水にさらされると自然な酸化現象が起こります。月の一部は実際に赤茶色に変化しており、酸素分子が多くたどり着いた場所を示しています。月の酸化現象が長く続けば、遠い未来に月は赤褐色となり、その見た目は火星とほぼ変わらなくなるでしょう。そう、火星の象徴的な色は、かつて酸素のある大気や水が豊富だった時代に何万年も続いた酸化現象によって生まれたと考えられているのです。もう一つの月の不思議な現象は、青や赤い光。この光は月が三日月の時に見ることができます。それは一瞬の閃光で、まるで雷のような短い時間で消えてしまいます。そしてその正体は電気バーストであると考えられているのです。その原因は潮汐力。潮汐力によって月の岩石には負荷が溜まっていきます。これによって電界が生まれ、アマチュア天文学者たちを驚かせる青い閃光となるのです。ただ今のところ月でグリーンチーズやムーンパイは見つかっていません。がっかりですが残念ですね。